で元に帰りまして、その心にはあるべき姿というものが決めようにも決められないという、その精神の本来のあり方を事実に即してよく皆さんご覧になればですね、それは今の皆さん方がお持ち合わせのこの意識の中の意識は自己意識ですね。自分で見た自分、他人が自分をこう見てるだろうという自分、そういった自己像といいますか、自分のイメージですね。でその中に皆さんが作られたものであるですね。したがってこの作るということが独自の皆さん方のお考えで作っていらっしゃるということからしますと、それをこのやめといてくださいというわけになかなか行きにくいですね。したがってそれはそれとしておいてと、こうやる自己意識の中は私も全く手出しをしない、心は皆さん独自のお考えで満たされている。じゃあどこで直すかと言いますと、それをそうだと決めないですね。あるいはそうでないというふうに否定もしない。したがってその皆さんが思ってらっしゃる事柄を基本にして何かをなさるという、それがやむで、今日の講話要はこう思うからこうする、こうしたいからこうするというふうに、皆さんの行動の原理はお考えによるわけです。ですから他人と異なっていておかしくはないね、普通。ですからこれだけ、これだけというのはその、日本一億人もの人がですね、大体その同じこの体制で同じ事柄をこの良い方へ機会で決めて、こうそれに従ってやっていくというのは、よくこれだけ揃うなという方が、本当にそれは不思議なくらいですね。もうそれくらい人一人一人が違った考えなので、そこで悩みの問題もその方その方がお一人ずつ解決なさらなければならないというような話になってまいりますけれども、それは心というものの在り方を筋を通せば通せるものという考えに合理的な判断を加えてのことですから、実際は全く当たってないですね。で頭は考えっぱなしとしておかれて、それはそれとして今日からは心に関係ない行動を音になればいい、心に関係ない別の考えを作るというのではないですね。もう考えというのは自分や心や生きる意味に無力でありますから、全く本当は役に立ちませんので、こう考え方を変えましょうというような話ではないですね。この講話は森田療法というのはこういう考え方ですと言って、皆さん方のこれまでのお考えを今日からぼつぼつ訂正していただこう、変えていただこうというふうな趣旨のものでは決してありませんので、皆さんのお考えの通りで結構です。ただそれを今日からお使いにならないように、ね、でも簡単に言いますと、心にもない良い行動をしていかれたらよろしいですね。心に基づく行動生活っていうのをもう一切なさらずに、これが自分だというそれを基本になさらずにですね、だってすぐその場の世間、その場所ですね、状況がもう様々に変わってまいります。そこに臨機応変、もう状況の変化にすぐ応じながら、ね、さっさと片っ端から処理していらっしゃるだけで十分でありまして、ね、心にあらかじめしっかりしたものを用意するということがいりません。それでここでは心に用事なしという、ね、世間は心を非常に大事に考えますので、さっきの心を整えるという本が非常に売れるというような結果になっておりますが、それは無駄骨折りです。全く